2024年1月中旬、神奈川県内の路上に倒れていた小柄な老人を近隣住人が見つけ解除した。大丈夫ですか？すみません。その後老人は自分で救急車を呼び入院。お名前は、保険証はお持ちですか？名前は内田博士です。保険証はありません。そうですか。内田さんの病状ですが、残念ながらかなり深刻で、老人は末期の胃がんを患っていることを告げられた。よくある孤独な老人の哀れな末路だが、1月25日、事態は急展開を見せる。あの、内田は偽名で、本名は桐山聡、連続企業爆破事件に関わった指名手配犯です。え？老人が突然驚くべき告白を始めたのだ。病院関係者が慌てて警察に通報し、捜査員が駆けつけた。指名手配犯の桐山聡だというのは本当か？はい、間違いありません。最高くらいは本名で迎えたいので。式が近いと悟り、そう語ったという。桐山が所属した東アジア反日武装戦線は、学生運動が盛んだった1973年に結成された極左過激派組織で、アジア侵略に加担しているとの理由で当時海外進出していた日本企業を標的に爆破テロを計画した。同組織は8名の犠牲者を出した三菱重工爆破事件をはじめ、74年から75年にかけ12件に及ぶ連続企業爆破事件を決行。明治大学の学生だった桐山は、75年4月に起きた韓国産業研究所爆破事件他3件に関与した疑いで全国指名手配された。75年5月19日、武装戦線のメンバー8名が一斉逮捕されるが、くそ、捕まってたまるか。逃げ切って仲間の志を受け継ぐ。危険を察知した桐山は逃亡。部屋の郵便受けにはその日の朝刊が手つかずで残っていた。5月31日、逃亡中の桐山から広島県内の実家に連絡が入る。今、女と岡山市内にいるんだ。金を用意してもらえないか。バカを言うな。今からでも自首するんだ。だが桐山は父の説得に応じず、電話は5分足らずで切れた。次に桐山と思しき人物の足取りが確認されているのは同じ年の夏頃。内田博士です。よろしくお願いします。ああ、よろしく頼むよ。神奈川県藤沢市内の工場経営者が従業員の紹介で内田という男を雇った。メガネはかけていなかったが、髪型はすでに出回っていた指名手配写真と同じ。おお、真面目そうないい新人が入ってくれた。無口でおとなしかったが、仕事は一生懸命やっていたという。一見逃亡犯とは思えないこの大胆な行動は、組織の爆弾闘争に関する教本の存在が大きい。ハラハラ時計と題されたその冊子には、都市機能や雑踏を隠れ蓑にし、表面上はごく普通の生活を送るよう説かれていたのだ。その教えを守り、工場勤めをしながら潜伏生活を始めた桐山だが、ある日、内田君でほら、あの指名手配のやつ、桐山に似てるよな。やめてくださいよ。ふと感じたことを告げた社長に、桐山は笑顔で返したという。いや、どっかで見たことある顔だって思ったんだよな。そんな冗談じゃないですよ。知りませんって。自分じゃないですから。特に怯えた様子もなく、冗談っぽく返したが、数日後桐山は工場から姿を消した。それから2年後、社長は偶然にも内田と再会を果たすが、あれ、内田君じゃないか。今はどうしてるんだ。その説はすみませんでした。今は藤沢市内の工務店で働いてます。桐山は近況をそう語ったという。実際に桐山は当時、藤沢市内の工務店で内田博士として働いており、お疲れ様です。おお、内田、お疲れ。ハラハラ時計の教えに従い、普通の人間として潜伏生活を送っていた。以降、桐山は入院するまでの間、同じ工務店に住み込みで働くことになるが、内田、そろそろ給料振り込みにするか？いえ、手渡しで大丈夫です。偽名を使っているため、銀行口座が作れず、給料はずっと手渡しだったという。身分証明書がないため部屋が借りられず、住むところは工務店所有の古びた寮。あら、今お帰りですか？はい、どうも。秘密主義になりすぎず、だが近所付き合いは浅く、これもハラハラ時計の潜伏術だった。そんな桐山の唯一の楽しみは、戦闘帰りに近くの DJ バーで酒を飲むことだった。いらっしゃい、うち、いつものかい？ああ、頼む。白髪混じりの短髪で指名手配写真とは全く印象が違い、ウッチーの愛称で知られていた。20年ほど前から店に顔を出すようになり、2、3杯引っ掛け帰っていく常連客。イエーイイエイイエイイエイ。
ロックやブルースが好きで、ライブやイベントでは独特の声援で場を盛り上げ踊っていたという。人目をはばかる様子はなかったが、いつも一人で来て昔の話は一切しなかった。そういや、うち少し訛りあるよね。地元はどこなの？ああ、岡山だよ。一度ふるさとの話になった時はそう答えたという。また10年以上前、女性の話題になった時、向こうから交際とかそんな話になりそうだったんだけど、俺は幸せにできるタイプじゃないから断ったよ。そっか。相手は30歳くらいの女性だったらしい。桐山はたまに酔っ払って帰宅し、夜中に大音量でラジオや音楽をかけることがあり、おい、うるさいぞ、静かにしろ。近隣住民に怒鳴り込まれるが、酔って寝ていたのか反応がなく、警察に通報されたこともあった。一方で工務店で余ったコンクリートを使い、近くの砂利道を自分で舗装したことも。悪いわね、タダでやってもらっちゃって。いえ、自分も使う道ですから。親しい付き合いはしないが、ごく普通に近所に溶け込んでいた。だが1年ほど前に体調を崩した桐山は、偽名のため保険証がなく、自費で病院を受診。検査の結果ですが、内田さん、胃がんですね。そうですか。その後通院はしたものの回復せず、体調は悪化。2024年1月中旬、自宅近くの路上で倒れ込んでいる桐山を近所の男性が発見。大丈夫ですか？すみません。部屋まで連れてってもらえますか？自分で歩けず、男性の助けを借り、自室へ担ぎ込まれた。6畳ほどの室内にあった暖房器具はストーブだけ。ありがとうございます。いえ、お大事に。弁当の空き箱や段ボールが散乱し、足の踏み場もない状態で困窮した生活ぶりが伺えた。自分を偽り続け、頼れる家族や友人もなく、入院先の病院で桐山が下した決断。私は桐山聡です。最後くらいは本名で迎えたいので。最後に彼は楽になりたかったのか、それとも自身の存在を示したかったのか。